グッド、そしてモーニング中川優です。今回のテーマはですね、非常にちょっと質問が多かったので、ちょっと気になったので、ちょっと調査したいことがありまして、僕がいろんな、なんか仕事関わってる上で YouTube についてとか SNS について、なんかタレントってどうやるのとか、なんかオーディションってどういう風に受けるんですかとか、なんか動画編集ってなんか機材何使ってるんですかとか、結構そういうエンターテインメント業界とかで結構質問が来ていたので、まあちょっと気になったのでちょっと調べたいなと。そんなになんかみんな興味あるのが結構バラバラなんだなっていうのが分かったので、僕が関わったとして皆さん何を学びたいかっていうのをちょっと気になったんですよね。例えば YouTube に、なんか今後 YouTube についてなんか撮影にちょっと興味あるとか、カメラマンに興味あるとか、動画編集に興味ありますとか、例えばタレントになりたいですとか、俳優になりたいです、でアイドルになってみたいんですけどとか、例えばダンス学びたいですとか、歌を学びたいですとか、まあいろいろあると思うので、例えば曲作ったとして、その曲でなんかステージに立って歌ってみたいとか、僕のインスタグラムでまあどしどしちょっと募集してますので、よかったら DM してみてください。はい、こちらカラオケ招き猫からでした。チャオ。